皆さんこんにちは、ダイスです。今回はスーパーマリオ 3D ワールドプラスヒューリーワールドのヒューリーワールドやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。舞台は猫の国っていうことなんですけど、どんな感じで始まるのかとても楽しみにしてました。後ろがピーチ城なので、そこから始まるんですね。ん ?M? あ、沼？落ちてきちゃいました。あ、足跡？あ、刺さった。痛そう。でっかい足跡が3つ。同じ方向いてるし、向こうになんかありそうですよね。見回すになってるので、ちょっと周り見てみたいと思います。周りが岩で囲まれてるから降りない方がいい感じなのかな。船？あれ、クッパのマークがついてる岩。ジャンプ、 B ボタンジャンプ。あ、なんかいる。あ、動いた。え、これはクッパ戦でしょうか。違うのかな。ちょっと待って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 、こっちに行けそう。め、怖っ。あ、これ多分壊せるんだ。ちょっとクッパの攻撃で壊すような気がしますね。取れた。マークがついてるブロックの壊し方は分かりました。輝け東大の猫社員。苦手？ん？灯台の光に何か反応してた感じがしますね。あ、クッパになってた。あれか、トゲの回ってるやつがもしかしたらクッパ。あ、出てきた。これが猫の島、猫の国？クッパジュニア、クッパジュニアがいる。ちょっとヒップドロップとかもできますね。どうしたの？何してるんでしょう。大変なんだ。お父さんが黒くなっちゃってあんなになっちゃったんだって感じなのかな。お父さんがおかしくなったので助けてほしいかもしれない、かもしれないとクッパジュニアは使えたようだ。え、かもしれない。自分じゃお父さんをどうにもできなかったんだとクッパジュニアは伝えたいようだ。マリオにお願いするなんて本当はすごく嫌だけど助けてよとクッパジュニアは伝えたいようだ。かわいい。任せろ。クッパジュニアが仲間になった。クッパジュニアのお助けが使えるようになりました。まあまあとかいろいろ選べるみたいですね。さらにもう一つアドバイス、コントローラーをお裾分けすればクッパジュニアとマリオの2体操作もできるみたいです。確かヒューリーワールド側は2人までの操作だったと思います。本編って言っていいのかな。 3D ワールドの方は4人までいけるんですよね確か。猫猫島、輝け灯台の猫社員
ちょっと進んでみましょう。ここはみんな猫の耳がついてて、出てくるものを全部猫かなってるんですよね。なので多分敵も猫になってたはずです。ホームページ見ててすごく可愛かったので楽しみにしてました。これ上も行けそうですね。向こう側なんかありそう。お、これなんだろう。1,2,3,4,5 5個集めるともしかしたら猫社員に変えるとかなのかもしれないですね。あ、クッパジュニアのお助けってブロックの場所とか教えてくれるのもあるんですね。これは嬉しい。は、猫すごい。クッパジュニアはコイン取ったりとかは今のところないですね。難易度が変わったらもしかしたらあるのかもしれないです。なんかありそう。ん、猫持っちゃった。待って LI でダッシュは分かりました。あ、ちょっと待って、かわいそうだけど投げちゃった。投げれもできるんだね。あ、下に落ちてましたね。あと、あの緑の猫ちゃん落としてしまいました。これ一緒に行くといいことあるのかな。かわいい、ついてきてくれる。うわクリボーも猫クリボー。あ、クッパジュニアも攻撃が入りましたね。これは助かります。一つ目の猫社員ゲット。輝け東大の猫社員。これつけると変わるのかな。うん、合計が2になりました。浜辺のギガベル、目覚めをギガベル。これはギガベル？怪物が現れしときギガベルも目覚めると聞いたことがあるぞ。でもこんな絵の具まみれじゃ無理だ。猫社員を集めれば落とせると伝えたいようだ。5個って書いてありますね。封印を解くには猫社員が5個必要。今2個なので残り3個ってことだと思うので探してみましょう。乗れなかった。ヒップドロー、これいろんなところで操作も出てくれるから助かりますね。おお、なんかある、なんかある。あー、何やってんの。クッパジュニアが暴れる。ちょっとやめて。いや、まさかこんなことになるなんて思わなかった。当たんない。あれ来た。コインも何かの要素があるのかな。あとなんか赤くなってきてるので、これ多分時間経過で巨大クッパが出てくると思うんですけど、兆候があるのかな。これ壊したい。あ、何もないかな。コインは取れましたけど何もないですね。雨降ってきたからもしかしたらもうすぐ目覚めちゃうのかもしれない。天候急に変わりましたよね今。まさか、まさか、もうちょっと。待って、来た。雨が降るとすぐなんだ。巨大すぎる。なんだろう。そっか、攻撃で落としてくるんじゃなくてブロックが現れるって感じですよね今のやつは。こっちが攻撃かな。ちょ、お、これは帰っていく。おー、割れた。
時間経過で戻りましたね。とりあえず猫社員集めに向かいます。この先にあるやつが取りたい。多分これならいけるはず。取れた。猫のコインのものは残り2個、多分灯台がこっちにあるのでそこで1個猫社員ゲットできるはずなので。あ、あった、発見。輝け灯台の猫社員1つ。これで3つ目です。お、1個光ってる。いけるエリアが増えますね。なんか透明度感が出てる。ここで灯台からちょっとしたお知らせ。猫社員の輝きで絵の具の汚れを落とせます。でもでも猫社員は気まぐれ。見つからないときは他の島を探しましょう。高いところから見回してみてください。灯台がある島が怪しい。おお、今3個なので5個集めていきたいと思います。多分残り1個がこれで。この猫型コインは何だろう。猫サインチップっていう名前みたいです。数集めると1個もらえますね。これで4個になりました。回せる。さっき黒い絵の具が取れたところ、これで5個。回して登ってゲットだにゃー。猫社員を5個集めました。ギガベルから声が聞こえる。怪物が現れしとき我も目覚める。次回クッパが出てきた時に使えるようになるのかもしれないですね。それまでは猫社員集めたりしていこうと思います。いけるかな。チクタクアスレチック、20秒。うわ、カウントダウンが。あ、やばいやばいやばい。もうちょっと登ればよかったかも。よし、間に合うかな。4、3、2、1、きたー。3つ揃いましたね。これで取れるのか。新しく1つ灯台が光ります。入れる。まだみたいですね。クッパまだだ、来ない。怪しい。これで来るんじゃないかな。来たー、ギガベル。行ってみましょう。おお、怖っ。浜辺のギガベルを触る。マリオ。ちょっとライオンっぽい。それで攻撃 していいのかな。おお、いける。え、削れてる。ちょっと削れましたね。なんか怪しい怪しい怪しいの来る。ちょっと待って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 。よし、あ、ヒップドロップで倒すタイミングがあるみたいです。待って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 、やっぱりクッパといえばヒップドロップなんだ。これだね。普通に、え、この状態でジャンプしてたらどうなるんだろう。あ、当たっちゃうんだ。やっぱりトゲコーラの時はダメみたい。待って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 、いや、あー待って
タイミング、あ、ここでコインを使うってことなんですね。コインが少なくなってしまった。セーブが入っているのでタイミング的にはギガベルのところからやり直しができるようです。行ってみましょう。今度こそ。でも倒し方は分かったからできる気がします。この吐く炎は島とかでガードした方が良さそうですね。で回ってね、来た来た来た、これ、あここでヒップドロップ。何回だろう、なんかゲージを見るとやっぱり3回な感じがしますね。行けるところがね、青い海になってるところだけなので、そこ以外行っちゃうと多分ダメージになってしまうから行けない気がしますね。これはもう一回ジャンプして、ジャンプ、今もう一回、もう一回、これこれ復活するんだ。ギガベルは復活するんですね。これは助かるけど大丈夫かな。最後の1回な気が、うわ、ジャンプしちゃった最後の1回だと思う、多分もうちょっとだし。クッパジュニアがちっちゃいのが可愛い、ずっとついてきてくれてますね。抜けてジャンプ、あ、端っこすぎる、もう一回、どうなるんだろう。ちょっとちょっと黒いのが取れてるところがある。潜ってっちゃった。猫の虹、あれ、これは何回も必要？一回倒し終わって海が、はあ、島、新しい島ができました。 あ、プレッシー、 あ、沈んでっちゃった。お父さんがあのくらいでやられたとは思えない。元に戻すにはもっともっと猫社員を集めてギャフンと言わせるんだ。絵の具が消えて行ける島が増えたみたいだ。ほら、マップを見てみてくれよ。と、クッパジュニアは伝えたいようだ。マップが広い！ギガベルがあるところと、島と、ってなってましたね。マップはいつでも使えるぞ。迷ったら、マップ、と伝えたいようだ。ということで1回倒してみました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!